サマーポケッツはビジュアルアーツのゲームブランドキーから2018年6月29日に発売された13作目の恋愛アドベンチャーゲーム。略称はサマポケ。前作のハルモニアから約2年ぶりの新作でフルプライスの作品ではエンジェルビーツ、ファーストビートマイナスから約3年ぶりとなる。題名のサマーポケッツは 少年時代の大切な思い出を大事にしまうためのポケットを夏の小さな宝箱に例えたものである。瀬戸内海にある架空の離島である鳥白島を舞台としており、直島、男木島、メギ島が島のモチーフとされている。2016年12月8日に制作が発表され、ティザーサイトが公開された。2017年12月27日に公式サイトが 公開され、Windows 版が2018年6月29日、発売予定であることが告知された。その後、2018年12月17日に、iOS 版が、同年12月19日に、Android 版がそれぞれ配信された。また2018年12月28日、Nintendo Switch への移植版の発売が告知され、2019年6月20日に、発売された。 なお、キー製のゲームソフトとしては、初の任天堂製ハード進出作であり、プレイステーション系ハードでは販売されなかったのも、初となる。2020年2月6日に、Steam 版が発売された。ただし、日本語インターフェース、日本語字幕は、用意されていない。2020年6月26日には、アッパーバージョンとなる、Summer p o c k e t ョ Reflection Blue が発売。 Android 版では同年8月20日に、iOS 版では2021年4月27日にアップデート配信され、Nintendo Switch 版は同年7月1日に配信予定。夏休み、主人公の高原ウェリは亡き祖母の遺品整理のために、訪れた鳥白島で、おばの三崎京子と二人で遺品を整理する傍ら、島で出会った。 新しい仲間との島の生活を楽しみ、夏休みが終わるのを惜しく思うようになっていく。出展、作中で使用された音楽は、2018年9月26日に発売された3枚組のアルバム、サマーポケッツオリジナルサウンドトラックにて収録されている。本作に参加したシナリオライターの一人である先駆けは、電撃ジーズマガジンのインタビューの中で、2015年に、 本作の企画が動き出したと話している。エンジェルビーツ、ファーストビートマイナス制作当時は、当時キーに所属していた殿がハヤトが主導する企画と、キー15周年記念作品、ハルモニアの制作も同時に行われていたが、3つに、企画を同時に動かすのは、難しいとの判断から殿川の企画が先送りされ、後に、殿川本人もキーを退社した。その後、エンジェルビーツ、 ファーストビートマイナスが発売され、ハルモニアも完成したことにより、エンジェルビーツ、ファーストビートマイナスに続く予定に空白ができ、エンジェルビーツシリーズとは異なる新作を作る、必要性が出てきた。アサイダが築き上げた、楽しい日常と、泣ける物語というコンセプトだけはそのままに、既存のキー作品のイメージにとらわれず自由な企画を、という趣旨の元社内コンペが開かれ、 面白みのある、様々な企画が多数寄せられたが、キーの作品としては、パンチ力に欠けると判断され、採用には至らなかった。その際に、浅枝は、自分の温めていた企画について話したところ、この企画が、本作の骨子として採用された。本作の世界設定、ストーリーの軸と結末は、浅枝が担当し、それをもとに、 先駆けと新島が詳細な設定を構築していった。本作の舞台設定は、夏の海辺の田舎町という点では、エアーと共通するものの、先駆けは、エアーというよりは、僕の夏休みに近いと考えており、ノスタルジックな遊びの風景の中にキーならではの日常を売り込むと同時に、ヒロイン同士の横のつながりや、魅力的な男性キャラクターを描くことで、エアーとの差別化が図られた。 社内コンテン後も、朝枝を交えた企画会議は進められたものの、朝枝が体調不良により入院したためシナリオライターを増やす必要があり、新島優とハサマが急遽参加することとなった。新島優はビジュアルアーツ参加のサガプラネッツに在籍していたシナリオライターでビジュアルアーツの代表取締役であるババタカヒロが以前から キー作品への参加を熱望していた人物であり、偶然タイミングがあったため依頼に至った。ハサマは、コンシューマー版、クドアフターのシナリオに参加していた実績からオファーを受けた。原案者である、アサイダは、自分がシナリオを書くと焼き直しになってしまうという、懸念から、シナリオの執筆はせず、原案及び音楽という形で携わっている。キャラクターデザインは、N a が、 泉津バス、長山雄能が担当した。このうち、長山雄能は、エンジェルビーツ、ファーストビートマイナスに参加した実績と、N 映画の絵との神話性の高さから起用され、泉津バスは、エンジェルビーツ、でゆりを演じた、桜井博美の紹介で起用された。2018年2月27日より、ババタカヒロをパーソナリティとした、サマポケ聞き込み。 ラジオが YouTube にて配信されている。2020年4月3日から5月25日まで、おとせんでサマポケラジオ、サマーポケッツラジオナルセ家の食卓を配信していた。パーソナリティは、ナルセシロは役の小原よしみと、ナルセコバト役の白石みのる。本作は、getchu.com 主催の 美少女ゲーム大賞2018の総合部門とシナリオ部門の1位にランクインしたほかシステム部門においても7位にランクインした。また、萌え、ゲイアワード2018の大賞というザー支持賞を受賞した。サマーポケッツビジュファンブックビジュアルアーツ2019年5月24日。ありがとうございます。